クズは駆逐だ。どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京グールリインボークイベント、クズは駆逐だが、メンテナンスが終わって始まったので早速やっていきたいと思います。フレンドはですね、久しぶりに朝チュンアキラさんを使っていこうかと思います。ブレイクを3回以上で非ブレイクが5回以下が達成条件なんですけど、そんな相手ブレイクさせてくんの、はいはい、って話なんですよ。それ使って、今回もね、俺駆逐をまともに走ろうかなって思ったんだけど、結局走らなかったな。いや時間がないんだよな、正直。他のゲームをし、やべ、全然食らわない。他のゲームをしすぎてるのか。これここどうしようかな。じゃ窓さんを前線に出したところでなんかな、突破できないような気がするんだけど、出すか。私がやろう。わあ、ミリ足りねえ。まあいいか。避けろ避けろ。でからまだ一回ブレイクされてないぞ。てかここコクリアなの。A はね、ちょっとね、仕事帰りながらね、オートで回してたんですけど、コクリアか。白いな。結構ね、やっぱ、このゲームエリアの、あれですよね、作りがいい感じですよね。アキラでブレイクさせて、アモンをスキブで覚醒させの、せいさせえの、ここは、ジューズを出して、アモンにブレイクさせるか。まあ、たまんねえよな。まあ、何ターン以内にクリアがないから、今回は。そんな急ぐ必要はないんだろう。ただ、ブレイクされたくないな。この3人は、避けて、ガードしての、オンパレードだから。まあ、そんなことね。ガード1回したな。あ、こっちなんて向こうの方が良かったか。ここどうしよっかな。銃創撃って、アモンを試さすか。だから普通にやっても窓さんもたまるから、オッケー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 。ブレイク発生3回以上はもう達成したでしょ。で、ナキ。で、どうしようか。あ、また皮かぶってるな。1000アップ50カット、50カット、2000、防御2000アップか。で、こいつら攻撃力アップ。まあ、銃創のあれで一発剥がせると思うんだけど、一応なきどれだけ、ああ全然減るじゃん、全然減るじゃん。ここあれだな、アモンのスキル一回ぶっ放すか。全然食らわないだろうけど、これ死んじゃうやつだ、これ死んじゃうやつだ。でアモン、アモン、アモンでアキラ下げ出して、銃創でブレイクさせる。1枚剥がれる、攻撃力落ちたっしょ。ブレイクさせれない、させられないように気をつけてやっていこう。そうだね、銃創下げるか。援護する。あ、ほんとアキラ下げた方が良かったのか。避けるからな、こいつら。オッケー。あー、勝てえな、サイドメンバー、サイドメンバー勝てえぞ。せや、120万。あー、でもそれでも死なないの、マジ。はい、ここは一旦終わらし、あー、これあれじゃね、ブレイクさせられるんじゃないかな。あ、全然いける全然いける。ナキを削りたいんだよな。どうかな、どうかな、どうしようかな。マドさんのバフが多分次切れるってか、今切れてんのかな、これよう分かんねえな。あ、バフ切れてねえわ。多分次切れるから、マドさん貯めたいところなんだけど、ブレイクの性能があるのはアキラだから、まあいいか。あ、これまずい。あー、これアモンでいかねえな、アモンでいかねえから、もう一回マドさん出して、マド、マド、アモン、アモンはまだ持つよな、まだ持つよな。でも鬱陶しいな。
こっちに撃つか。どれぐらい減るんだろう。26万か。いやーこれ結構厳しいぞ。あ、そうだ、やられた。ブレイクブレイクス、あーす、忘れてましたね、ブレイクさせてないから。そうかそうか、そういうことか。あーなるほど。どうかな、重蔵でブレイクさせた方がいいな、ね、重蔵ブレイクさせて撃って。やっぱ重蔵のスキルはめちゃめちゃ便利だな。ダモン、たまんなかったけど、アキラ撃ったらたまんのかなこれ。よっ、止まる。いやーこれなきブレイクさせられないんじゃないか。これでブレイクゲージまでいったとして、それはブレイクになんねえよな。くそいや泥沼にはまってる。いやーシフトをさ使い、え、中回復ってどれぐらい。はっ待って、倒れてるやつも、倒れてるやつも復活すんの。ちょチートマジ、こいつのスキル欲しいんだけど。チートすぎる。それひなみの、ひなみのスキルだろそれは。よお前、それな、名前忘れたけど、お団子ひなみだったか忘れ、いや夢のあれか、初夢ひなみか。お前初夢ひなみのスキルだろうか、お前。その倒れた仲間回復、え、そうだよな。ちょ、にわかさらしたくないんだけど、それ初夢ひなみのスキルだからパクらないでくれるかな。ブレイクさせる。これであいつらをブレイクさせないとまずいんだよな。ここね、重蔵のスキル取っといてもいいな正直。でもあいつは倒しておきたいところだな正直ね。重蔵のスキル取っておいてもいいんだよね。次がだるいからな。で回復させられるけど、あー待て、アモンが戻るのはそれはやばいぞ。いや何としてでも亡きだけはマドさん使って2ターンでいいかな。とりあえず2ターンで、あ3ターンなのかなアモンって。マドさん、マドさんでアモンで、ここは、アモン下げかな。アモン、いやアモン下げじゃなくてアキラ下げの重蔵スキルブレイクさせろよ絶対。あ待て、また1足んねえじゃん、また1足んねえんだよな。まあいいか、右下のやつにスキル使われるのがだるいんだよ。でもナキのやつは回復するのもっとだるいから。くそ、泥仕合になってる、やばい。これスキル使ってくんなよ。もうブレイクさせられる。これ何回目だろう、これ3回目ぐらいか、2回か3回目だと思うんだけど。お、いいぞ。でここでスキルを使うでしょ、まず重装。重装のスキルを貯めといた方がいいのか。ただアモンが1回殴ってスキル貯まるんだったらそれでいいんだけどな。でも重蔵はナキに使いてえよな。こっちをアモンで殴って、いや待てよ、これだけのゲージを重蔵で削り切れるかどうかなんだよな。いやここ思い切ってアキラ出そう、アキラ出して重蔵殴ってでアモンでぶち殴る。スターバーストストリーム、いや言うほどだな。ピヨピヨ、泣きを最初にしば、いやでもこいつ回復させてくっからな、うっとしいからな。
あと 38,174。 避けろ、もっと避けろ、もっと避けろ、やめろお前それ。あれ、シンデレスコーン回復しなかったぞ。まあとりあえず撃って、あの中回復のやつやるか。ぬおぬお。でな、重蔵なんだよな、ここは。重蔵次貯めてえから、次貯めときたいんで一旦な。でアキラでナックルせや。窓さん出すかな、ここ。いや、どうしよう、窓さん出さなくていい。いや出せ、バフが切れてるはず。でまたアモンが戻る。避けろ、ガードしろ、避けろ。重曹の出血がだいぶ効いてんな。これ死んじゃうやつだ。こうでしょ。ここスキブ使ってアモンやっとこう。でここだな。もう重蔵のスキルを使わなくてもブレイクできるから、マドさんはいいな。マドさん別しなくていいってなったらやっぱり重蔵なんだよ。でマドさんでマドさんのバフたまる。なんとか2回ブレイクしてスキブマックスになってアモンのスキル打てない感じ。危ない。だいたい何歩ぐらい減るんだろう。毎ターン5000、6000ぐらい減るのかな、今の感じだと。取り巻きがいなくなったら強化されるとかいうさ、仕様まだないよな。大丈夫だよ。マドさんバフをかける。でこっちにアモン。これでナキ吹っ飛ばせないねえ。これでナキさん吹っ飛ばせないっすか。スターバーストストリーム。クリティカル当たったら吹っ飛ばせるのかもしれないけど、ナキじゃなくてこっちだな。あ、シフトを使うのを忘れてたおじさん。危ない、避けろ、ガード避けろ。やばい、何永久に自分を流血状態。どういうこと。あいつ自傷し始めたんだけど。あいつついに自傷し始めたぞ。ちょっと亡きに銃蔵撃って、出すでしょ、窓。うわ、なんで窓さんでブレイクすんだよ。ちげえだろうがよ、そこは。こうでしょ、こう。あー、ナキをやったいか。アモンでこっちに重蔵。ここピンチです。でアモンでしょ。落ちろザコ、落ちない。落ちて、頼む。どう、落ちる。で終わり。終わりじゃないんかい。危ない。あいつ今出血で死んだだろ絶対。危なかった。ほんと今ヒヤッとした。我々は正義だ。なかなかヒヤッとしたな今の。よーし。全然ブレイクされたと思う。あ、いけた？あ、全条件達成できたんだ今の。よかった。初めてじゃない。は、狙ってさ初見でできたの初めてじゃないかな。はい、ということで、A はね何回かクリアしてるんで、こいつ手に入ったんですけど、手に入ってるんですけどね。はい。
というわけでお疲れ様でした。なんだっけ名前忘れちゃったけど、イベントのクズは駆逐だだっけ、多分そんな感じでしょ。はい、というわけで S、無事初見で達成できました全条件。ではまた次回の授業でお会いしましょう。お疲れ様でした。